吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。雑談動画7回目です。今回はグッピー専門店の餌と健康について語りたいと思います。今年の目標の一つにアルビノグッピーを産地させたいと言及しました。これはその後すぐ達成できたので、ぶっとい個体を作るにはどうしたらいいのか試行錯誤しながら飼育してきました。そんな中、日々観察する中であることに気づいたので語ろうと思います。少し深い内容になるので、吹雪テトラのラジオにしました。来年はどこを見ていくか抱負も語りたいと思いますので、ラジオ感覚で聞いていただけると嬉しいです。こちら現在与えているグッピーの餌でございます。グッピー専門店である EGA さんの餌をメインに与えています。 EGA さんが推奨する通り、曜日を変えてレギュラーフードとプレミアムフードを使っています。その他にオメガ1フレッシュウォーターフレーク、ブラインシュリンプを1日2回です。当初は EGA さんの餌だけでしたが、味の飽きに気づいたので途中からオメガ1も与えています。4分間 EGA さんの餌、1分オメガ1を与えて、グッピーの指向性を長期にわたり観察してきました。すると餌を与えた直後はかなり指向性が高く、1分経過したら徐々に指向性が鈍り、4分経過する頃には遊び出している個体もいました。その後オメガ1フレークに切り替えてすぐに給餌すると、また指向性がかなり上がり、1分間常に高い状態をキープしました。このことから、餌の味を1回の給餌で変えることでよく食べてくれることが分かりました。なので継続してこの2種類の餌とブラインを与え続けて、私は安心していました。しかし、ようやくつい最近ある変化に気づきました。それは老魚と若魚の体型の変化です。結論から言うと、生後2ヶ月以上の個体には EGA さんの餌は合わなかったです。メスは体が風船のように膨れる、オスはお腹が膨れるか泳ぐ気力がなくなり、そこの方でじっとする、このような現象が毎回起きており、当初近親交配による免疫力の低下だと思い仕方ないと思っていました。しかしお店の個体と掛け合わせたメスも生後2ヶ月を過ぎた頃から全く同じ現象で欲しいになったので、これはおかしいぞと思い、もう一度考え直しました。皆さん覚えているでしょうか。一時期水質に敏感になっていた時期があり、デルピスの輪除去剤やソネキミカの爆発石などを入れて水質を計測している時期がありました。あの時水質が悪いのではないかと踏んで水質の改善を図っていました。あの後あの2代目三角コーナーろ過器にたどり着いて水質はだいぶマシになりました。あれ以降も同じ現象が多発しているので、餌ではないかと思い始めました。現状としては、まずこちらがお店で購入したグッピーのオスです。お腹が膨れてるよね、こんな感じで。もう多分7月に来ました、この子は。で、泳いでるのは一番最初に生まれたこの子供です。これね、やっぱり年を取った個体だとこんな感じでね、膨れるんですよ。これは腹部膨張です。あと内臓に脂肪が結構溜まってます。色つやはいいんだよね、尾びれも綺麗だし。同時期に来たメスはこんな感じ。メスはね、まだ大丈夫です。この間産死したんですけど、比較的問題ないと思います。ちょっと目玉がねやられてますけど、同居してるアルビノのメス2匹いたんですけど、1匹星になりました。こんな感じでね、爪の方ボーっとするようになったんですよ。年を取る前はね、みんなすごく元気に泳いでたんですけど、年を取るとこんな感じでね、もう爪の方ボーっとしてます。この子はね、脂肪は蓄積していないんですけど、なんか元気ないんだよね、こいつも。これはね、7月に生まれた個体で、だいたい生後5ヶ月ぐらい。このアルビノは1年ちょっと経ってるんですけど、5ヶ月でもちょっとね、そろそろ症状が出てきてるっていう感じです。明らかに状態がおかしい。餌食うときはめちゃくちゃ食べるんですよ。でも普段はこんな感じでボーってしてます。そしてね、オスがね、このメスにアプローチしないんですよ。健康状態が悪いっていうのをおそらく察知してアプローチしてないということで、もうね、1ヶ月ぐらい経ってるんですけど、産死してないです。だからまたね、ペア水槽を構築しないといけないんですけど、もうこれは明らかにね、明らかに状態が悪い。こちらが若魚です。若魚はね、こんな感じで状態はいいです。これメスね。奥にいるのは同魚個体、これもまだそこまでね、年取ってません。生後、7、8ヶ月ぐらいかな。こっちはフル株、この太いのね。これだんだん症状出てきましたね。お腹が膨れてきてるっていう。オスもこれ若い個体なんですけど、生後3ヶ月か4ヶ月ぐらい。この子は問題ない。若いとね、ちゃんと消化吸収できてます。アルビノのオスは元気です。ヒレも綺麗でね、少し痩せてはいるんですけど、彼らはね、あまり食べないんですよ、餌を。本当にだからあんまり消化ね、脂肪がね、そこまでたまらず維持できてるのかもしれません。今私がね、ちょっと物音立てたんで少しビビってますけど、問題なく。この子は背びれ長いね。同居してるソードテルたちは全く問題ないです。ただね、見ていただきたいのはここの糞の形。
本来ならばね、こういうなんか短い糞がいいんですけど、こういうね長い糞をするようになりました。これはうまく消化できていないという証拠です。これ、ね、ちょっと長いよね。これはまだいいか。ここに糸ミミズみたいなこういう長い糞、これがね最近結構多いなってことにようやく気づいて、もしかしたら餌かなっていうところね結論付けました。この子もいいね。若ければ全く問題ないんですよ。こちらが良魚です。もうね悲惨です。この子もね膨れてるよね、お腹が。みんなねこんな感じで膨れて寿命を迎えます。寿命っていうか星になってしまいます。ここにいる個体はだいたい1年以上ます。いや若いやつで生後8ヶ月。オスはですね元気なやつもいるんですけど、ヒレがボロボロです。こんな感じで、まあこれは年取るとねボロボロにはなるんですけども、やっぱり元気がないです。一部白手にかかったやつがね、大腐れのやつもいるし、水質はね全く問題ないですよ。 pH7.5 でちゃんと換水もしてるしね、まあその証拠にこう水草がねすごく元気に育ってます。いました、こいつです。これお腹がねもうバルーン個体みたいにめちゃくちゃ太ってます。これは消化できてない証拠。オスでもね食欲のある個体がいるんですけど、たくさん食べてしまうとこんな感じで消化できずにお腹が膨れている。別にバルーン個体じゃないです、普通のノーマル個体のねグッピー。メスもか、これもまだ良くて、本当にね8切れるぐらい、三子の膨れ方じゃないですよ。これは殻のヒレに白くなってね、体内のミネラルビタミン類の、まあ、バランスが崩れている。で体表がねタンパク質と脂質がうまく消化できてない、内臓が少しおかしくなってるという状況です。みんなこうなるんですよ結局。老魚年若いうちはね全く問題ないんだけど、今避難させてるんですけど、若い個体はこんな感じです。今後ねちょっと企画で出すんで、今回軽くしか映さないんですけど、若い個体は全く問題ないです。あの状態だとかわいそうなので改善していきたいと思います。その前になぜあんな状態になっているのかというと、水温が関係していると思います。私は25度で飼っているんですけど、おそらく28から30度以上で飼った方が健康的に育てられる餌だと思います。原理を軽く説明すると、高水温では生体の代謝が高くなります。体の中に起きる化学反応がたくさん起きているぜという意味です。水温が高いと成長速度が増すのは、この化学反応がたくさん行われているからです。これは酸素とタンパク質を多く消費しています。タンパク質をエネルギー源として消費するので、高温では痩せやすいという人間とは違う特性を魚は持ちます。どれぐらい代謝が増えるのかというと、一般的には生物の呼吸代謝は温度が10度上昇すると2倍になります。これは単純に10度の上昇で酸素やブドウ糖の消費量が2倍になることを意味します。冬10度、夏30度になる環境に住んでいる魚なら、1年間で4倍の代謝速度が変動することになります。なので、高水温時には餌や酸素を十分に与えないと、酸欠や栄養失調になる恐れがあります。さらに、水温が高いほど、溶存酸素量が減ります。何も溶け込んでいない純水1リットルあたり、10度では 10mg、20度では 9mg、30度では 7.5mg まで減少します。一般的に魚を健康に育てるには、1リットルあたり 5mg が必要なので、夏場の過密飼育は酸欠の危険性が高まります。溶存酸素量が減ると魚の免疫力が落ちて、各種感染症のリスクも高まるので、私は25度でグッピーを飼っています。これを踏まえると、高水温下では高タンパクの餌で痩せを防止し、高脂質の餌で皮質脂肪酸を取り入れることで魚の痩せを防止しながら健康に育成できると思います。高タンパクっていうのは一般的に 50% 以上のことを指します。 EGA さんの餌の成分はタンパク質 53% 以上、粗脂肪 9% 以上なので、高タンパクで中脂肪です。この餌は水温が比較的高い環境で代謝が高いとよく消化され、綺麗な個体が生成されそうです。タンパク質は体を作る過程で使うので、稚魚から若魚の成長が早い時期だと対応できています。しかし年を取ると、だんだん必要とするエネルギー量が減って、この高タンパクの餌だとうまく消化できず、体が膨れたり尾びれが欠けたりなどの異常が出たのではないかと推測できます。なので若魚から成魚まで健康的に育成できる餌を来年探そうと思っています。各メーカーの配合飼料はミネラルビタミンなどを過剰に摂取すると、成長不良や貧血など異常が出てくるため、適切な割合で配合されています。なのでビタミンの粉とかは混ぜずに、そのまま与えていこうと思います。そして指向性を高め続けるために、複数のメーカーの餌を検証し、ベストな組み合わせを見つけていきたいです。曜日ごとに分けて計4種類とブラインで体調の改善を図っていこうと思っています。今は光クレストグッピーとオメガ1フレークの2種類で様子を見ながら、1月から探求開始したいと思います。本当はね今すぐ新しい餌試したいんですけど、まあ、私の場合はいろいろ勝手にいろいろ検証してからやるっていうのがあるので、現在はまあ昔紹介した光クレストグッピー、これをメインとして
オメガフレークブラインで様子を見ていきます。魚の健康を考える上では魚種ごとの専門指導の方が望ましいので、チャームで買えるグッピー専門の餌を検証していきます。お楽しみに。ウブキデトラということで、いかがでしたでしょうか。実はこれ以外にも改善したい点が見つかったので、それは次回の動画でやろうと思います。自分の飼育している水温や環境に合う餌を見つけながら魚と向き合うアクアリウムはまた違った角度で楽しいですね。今日もご視聴ありがとうございました。以上、グッピー専門店の餌と健康について語ってみたでした。ありがとうございました。バイ。